はい、本日はこちらのケースを紹介していきたいと思います。おじゃがデザイン、皆さん聞いたことありますか？すべての工程を手作業で作っているというケースなんですね。牛革とあとラクダの革をね、何層にも何層にもして、こうやって職人さんのこうやって手でね、しっかりと縫って作っているというケースです。やっぱりね、何層もしてるんで厚みがあるんですね。この厚みが iPhone をね、こうやっていろんな衝撃から守ってくれるっていう作りにもなっています。で、今私 0.2mm のね、強化ガラスつけてるんですけど、それでも普通に、装着することができました。私がね、この気に入ったのはこのデザインです。チャメル色っていうの、なんていうの、茶色。結構ね、この冬あったかい感じしますよね。で、なんて言ってもおしゃれ。こうやってさ、さってカバンから iPhone 出したり、ポケットから iPhone 出して、これだったらね、いいよね。で、男女問わず使えそうな色ですし、もちろんね、革なんで、こうやって使えば使うほど味が出てくるっていうね、素材にもなっています。あとはね、細かいところで言うと、ここはデコボコデコボコしてて、指にね、しっかりフィットする点だったりとか、軽装したままでもね、ライトニングやイヤホンをね、接続できるというところもね、気に入りました。ボタンも押しやすい。今まではね、気になった方購入してください、アップバンクストアでチェックしてくださいとかよく言ってたじゃないですか。ただね、これなんとアップバンクの EC で売ってないんですよ。じゃあどこで買えるか、アップバンクストアの渋谷で買えるんですよ。なので、このケース気になったっていう方はね、ぜひアップバンクストア渋谷の方にお越しください。で、数量もね、限られているんで、急いで買いに来てください。いいよね、長く使いたいケースを探してるという方、こちらを使ってみてください。バイバイ。 iPhone5S指紋認証あるじゃないですか。これがね、しっかりと押せるようになりました。今までこのやっぱり厚いものだと厚みがやっぱり気になって、なかなかね、本ボタン押せなかったりだとか、本ボタンシールが必須だったんですけど、その必要がなくなりました。